こんにちは、マーボンこと関正行でございます、いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマは、保険と戦争の関係ですね。例えばね、火災保険、ミサイル飛んできましたと、それでこの火災になっちゃいましたと、それでが火災保険に入ってたんで保険おりますかっていうようなことなんですけれども、いや、しかしね、私もこの今23年間ですね、保険の代理店をやってますが、いや、こんなことをね、説明するとは思いませんでしたね。北朝鮮の問題とかもね、この23年間あったんですけれども、まあこう説明するのもなんかバカバカしいというか、時間の無駄に思えたんですけれども、最近あれですね、この米中関係、アメリカと中国の関係がね、ギクシャクしてますからね、アメリカと中国戦争になるんじゃないかなと。そうした時にね、日本にこの米軍のアメリカ軍の基地がありますので、そこを当然ね、中国もミサイルね、狙ってくるということは当然考えられますし、実際にあれですよね、弾道ミサイル、ちょっと数字わかんないんですけど、2000発ぐらいあるんですか。もうちょっとあるかもしれませんね。それがまあちゃんと日本の方向いてるということなんですけれども、それでまあ保険の方の話になるんですけれども、戦争ね、火災保険とかね、さっきのね問題なんですけれども、結論言いますとね、戦争はおりませんね。戦争、テロ、騒乱と、これは火災保険でね、これで火災になっても保険おりないということですね。あとね、あとあれですよね、車の車両保険ですか、一般車両保険ってありますよね、あれ、なんかがこの車が、車と物とぶつかった時でも、保険おりますけれども、これ戦争の場合はおりないということですね。ただね、ちょっと曖昧なものがあるんですよね。騒乱はいいって言うんですよ、騒乱で騒乱はダメですよっていうことなんですけど、いや、これがどう違うんですかって話ですよね。騒乱、例えばですね、一番日本で具体的にありがちなのは、例えばですね、労働組合がデモをしたと、会社でね、それが暴れ出して壊しちゃったと、暴れ出して建物とか壊しちゃいましたというような時は、これ騒乱に当たっておりますね。あと、例えばデモ、何らかのデモをやってましたよと、それでその暴徒化して、そのデモの街のあれですよ、ショーウィンドウのガラス叩き割ったと、店のものを盗みましたと、そういうのも大丈夫ですね。あとは騒乱ですね。例えばですね、野球とかサッカーでこう優勝したと、それでその観客が街に繰り出し大暴れして、いろいろなことをね、いろいろこう騒いで、いろいろこう火つけてありしてやっちゃったと、これが騒乱ですよね。これは騒乱に入ってくるんですけど、騒乱って何ですかって話なんですけど、これがね、この全そこの地域だけに限らず、これが全国的に広がっていく状態、反政府的なこの大きな運動になった時ですよね。具体的に言うとね、多分ね、今アメリカでこう一つの運動盛り上がってますね、この、ブラック・ライブズ・マターですか、この黒人の人種差別に対する抗議ですよね。あまり警察の、横暴に対する抗議、
これに関してこの街中を占領したりだとか、この目抜き通りの、商店のガラス叩き割ってこの盗みに入ったと、これがあの各都市全国的に広がってってますよね。そうなるとこれが騒乱だということになるかもしれません。ただほんならね、初期の段階はこの一つの地域じゃないですか。これはどうなんですかとか、まあいろいろね、ここの騒乱と騒状の間の区別っていうのがこう意外と曖昧になってるんで、ここは争われる可能性ありますよね。で、今後ですね、あれですよね、疫病とこのなんていうかな、こう騒乱騒状っていうのはセットですね。例えばあの100年前のスペイン風邪の時にちょうど米騒動起きましたね。あの米騒動は騒乱なんですか騒状ですかって言った話なんですけど、これ騒乱に当たるんじゃないですかね。あれ全国的な広がり見せて、あの東京大阪とかね、そこら辺だけじゃなくて、まあ、例えばね、私の近くの長野市あたりのああいうところでもこの起こったっていうことになると、全国的な広がりを見せた騒乱の方に行くんじゃないですかね。日本人はね、おとなしいから、まあ、そんな騒乱とか騒状、まあまあまあないだろうっていう人いるんですけど、いや、私ね、そういう問題じゃないと思いますね。あの、要は米騒動あったということになって、追い詰められれば、民族関係なしにね、起こるということでね、今、ロシアとか、あれでしょ、ドイツとか、今、いろんなところで起こってますよね。で、おそらく今後の疫病コロナのね関係が長引けば、もう定常的にこう なんていうかな、しょっちゅうそれ起こるものってなると、こっちに騒乱の方に入っていくかもしれませんね。いうことで、ある程度頭に入れといた方がいいですね。まあ、戦争テロ騒乱はダメですと、火災保険、車両保険ね、あの動産総合っていうね、物の保険とかもありますね、財産総合とかね、いろいろ保険あるんですけれども、ダメだと、いうことになりますね。まあ、ちょっとちなみにですね、付け加えなんですけれども、保険会社の中で、まあ、戦争保険みたいなのを扱っているところあるんですけれども、これは企業向けですね。例えば船舶の、あれですよね、船会社優先、などに対するこの保険なんかは、この戦争に対しての損害、この戦争で運航できなかったとか、そういう、保険もありますので、あまり一般的なのは関係ないですね。あとちょっと分かんないんですけど、デリバティブの中にあるかもしれないですね、そういうものはね。ということで、どうも、まあ、取り留めもなくなりましたけれども、今日はこんなところで、どうもご視聴ありがとうございました。失礼いたします。